さて今日はこの湯沢町でなんとコワーキングスペース、シェアオフィスとコワーキングスペースを起業された女性のね、起業家さんの方がいるんです。伊藤彩さんって言います。その人が作ったコワーキングスペース無料開放デーで、今日はそこでお仕事をねしてみたいと思いますんで、早速キラボシベースっていうコワーキングスペース、湯沢町で唯一のコワーキングスペースですんで行ってみたいと思います。 Here we go。 さあ到着しました。ここがキラボシベース、シェアオフィスコワーキングスペースのところですね。雪が深くて駐車場が入れるだろうか。じゃん、こちらがキラボシユーザーベース。ここは廃校になったね、保育園の施設を、ユーザー町から借りてリノベーションして、シェアオフィス、コワーキングスペースとして運用されてるそうです。あとなんかイベントできたりとかね、そういうスペースにしていくそうです。では中に入ってみようぜ。レッツゴー。キラボシ、すごい、保育園のまんま残っているそういうスペース。キラボシベースクラウドファンディング、ご協賛者様、ここに私の名前があるはず。いけちゃありました。すごい。そう、私はねちょびっとだけクラウドファンディング協力させてもらいました。やったね。こんにちは。無料開放を使わせてください。お邪魔します。よろしくお願いします。さあ今日使わせてもらえるオフィススペースはテント。じゃじゃーん。スノーピークのでっかいテント、コワーキングスペース、こちらを使わせてもらいます。いいね。アグラスタイルなんですね。アグラスタイル。あ、さあじゃあ今日はこのテントミーティングスペースをお借りして午前中のお仕事をしてみたいと思います。キラボシベースです。というわけでキラボシベースの代表、伊藤彩さんです。よろしくお願いします。いえ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 。ね、僕が彩さんを知ったのはツイッターでした。ずっと二拠点生活を、始めるぞって意気込んだあたりから、いろんなユーザーはっていうキーワードで見ていく中で、突然あのクラウドファンディングを始めるツイートを見たのがきっかけだったのかな、確か、うん、でできたのがここだよね。そうですね。なるほど。ここはどういうスペースなのか教えてもらっていいですか。はい、あのここは、シェアオフィスなどを中心にしたあの複合施設になっていて、で今現在はあの最初に去年7月からクラウドファンディングを始めて、でそこで、シェアオフィス化するための資金を集めさせていただいたというところ で今あのシェアオフィスとして貸せる部屋が8部屋、はい、稼働していて、うん、あの近所に住んでるデザイナーさんだったりとか、うん、あとはインバウンドとマーケティングを、雪国観光圏だとかああいうところとこう協力しながらやっている、うん、あの海外の会社さん、外国人の方を雇用した会社さんとかも、グローバル、うん、この雪国でそう、するんですけど、うん、でその他に1階はテナントスペースで貸し出しをしようと思っていて、うん、で今はあのママさんで、起業しようとしている方がリラクゼーションサロンを開こうとしていたり、であとはそのハラル対応の、うん、食品がこっちで食べられるところが全然ないので、ないだろうね、なんでそのハラルとかのビーガン向けの、そういう食品をこのキッチンでセントラルキッチンとして作って、いろんなところにデリバリーするっていう事業を始めたいっていう人が、あのテナントとして入ろうとしてます。へえ、すごいところ狙ってきたんだね、うん、で今池さんと私がこう喋ってるこの部屋は、はい、あのコワーキングスペースになる予定なんですけど、うん、
ちょっとまだ諸般の事情でというかお金がなくてなるほど、はい、で工事していません、うんうん、まあ、今年ちょっと着手して、うん、表層とかもろもろきれいにしてで誰でも入れるような、うん、で町民の人はこうフリーで入れて、うん、町外から来た人はでお金ちょっと払ってもらって、うん、でユーザーって全然仕事できる外から来た人が仕事グラントできる環境がないんで、その通り、うん、どんなに探してもなくて、でここがクラウドファンディングで立ち上がっているのを見つけてっていう経緯で知りました。で、うん、まあ、整備が必要かなと思っていて、うんうんうん、で、まあ、その町内の人と、町外の人がこううまく混ざり合うことで、新しいこうイノベーションが生まれたり、うん、事業のチャンスが生まれたりしないかな、うんうん、でしたら面白いなと。逆に言うとしていかないと地方創生って進まないなと思っていて、でこのままじゃあ町内の人だけの中でうんうんって頭をひねっててもどん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 右肩下がりで下がっていっちゃったりもするので、いろんな新しい地位だとか人材交流を進めながらできるような仕組みってなんだろうなって考えた時に、コワーキングやるなベースだ、うん、人が集まれる、そうですね、なるほど、というのと、で私 の, この事業というのはこの、箱物を運営管理するのが事業ではなくて、移住者を増やすというのが私の会社キラボシ株式会社 の, 事業なんですね。事業ベースなんですね。で移住者を増やすために、まあ、ここを拠点にして、お試し移住ができて、で、まあ、ここで寝泊まりしながら自分の住む場所、じゃあリゾートマンションがいいんですか、それとも空き家探しますか、一戸建て建てますかとか、うん、まあ、そういったことをちょっと検討してもらったり、であとは、まあ、中にはその起業家の方が、いれば それはそれで、その起業家のオフィスも提供できるし、で仕事がないとね、やっぱり移住とかって難しいと思うので、うん、大多数の人はサラリーマンとして会社員として安定した給与がないとちょっと暮らせないねっていうところだと思うので、まあ、お仕事紹介で地元の企業に対して、仕事の紹介をして移住を促進マッチングさせるっていうのが私の、会社のビジネス。聞いた？聞いた。すごいよ、ね、志が高すぎて、うん、もう一つ質問したいことがあるとすれば、なぜこの湯沢町にその移住促進できるような会社を立ち上げようって思ったんですか？うん、正直言うとどこでも良かったし、うん、どこでもいいはずなんですよ、うん、で私新潟の柏崎出身なんで、うん、地元帰って地元で起業するっていうのが一番多分綺麗な、うん、美談としては綺麗ですね、美しい、うん、だと思うんですけど、まあ、なんで湯沢かっていうところはですね、湯沢町にやっぱりポテンシャルがあるなというふうに感じてたので、うんうん、だって新幹線止まるし、でインターンすごい近いし、うん、でまあ、観光客もね430万人来るっていうそういうポテンシャルがあるから、うん、じゃあもっとそれを活かして、うん、で冬は来るけど夏は来ない、うん、弱みって言われてるけど、じゃあでも夏来ても何もすることないよって街の人は言うんだけど、そんなこと全然なくて、川遊びできたり、トレッキングしたり、普通にやることいっぱいあるわけですよ。で、そういうところをもっと伸ばしていければ、まだまだ伸びていけると思ったので、でまあ、そういう意味でも観光にまだ余白が、観光っていう期間伸びしろがあると。伸びしろがあるなというふうに感じたので、で、まあ、初めに、出す予定としてはポテンシャルがあるっていうのと、であとは田舎ってやっぱ空き物件が少ない、うん、けど、まあ、池さんもそうですけどリゾートマンションっていうそういう資産があって、うん、でそこが、まあ、住宅にあっていろいろ選べて、しかも安価に、借りられたり買えたりするよっていうことがすごいメリットだなって思います、うんうん、いや僕もこの町にはものすごいポテンシャルがあると思ってて、エンターテインメントも揃ってるし、雪も豊富にあるし、今年は例外だとして、魅力はたくさんある街だなっていうことを改めて気づいたなっていうところがあって、で僕ら20年湯沢町に通ってスキーをしてきた中で、
やっぱり今回こういう形で2拠点生活っていうのを家族全員でやろうって決めて選んだ場所ももう迷わず湯沢を自分たちの中で決められたのは、僕たち東京の仕事をしてるので、どうしても、東京に戻る機会が多いかなっていうことを考えたとき、やっぱり75分のアクセスって半端なくて、いきなり豪雪地帯ポンってわずか75分で来れて、東京で明日来れるって言ったら、はい行きますって言って、ピュッと日帰りで行けるこのインフラの強さとかっていうのも加味しても、いわゆる多拠点とか2拠点っていう新しい住まい方、働き方をするにしたって、こんなにアクセスが良くて、こんなに激変した環境を手に入れられる場所って、湯沢しかないんじゃないかなって思って。で、僕ら夫婦はもうずっと湯沢に通っていたので、まあ、何のためらいもなくというか、もう真っ先にここでやろうっていうふうに決められたっていうのは、やっぱり、そもそも町の持ってるポテンシャルがすごく高いんだろうなっていうのは、感じていた。と思ってます、うん、それから住まいに関してもさっきおっしゃった通りリゾートマンションやばいあれ、うん、あれだけの施設をこんな安い家賃で住まえるなんていいのだろうかって本当にね、うん、だって家に温泉大浴場がついてて、あね、まあ沸かし湯とかもあるけど、うんうんうん、だ源泉に引いてる温泉のところもあるわけだし、うんうんで、うちなんかドライサウナとミストサウナ両方あるからへぇ、すごい贅沢。今ね、サウナブームだから、うん、毎日サウナに入れる環境がお金を払って入りに行くんじゃなくて毎日のルーティンの中にサウナがあるって、うん、こんな生活を東京よりも圧倒的に安い家賃で手に入れられるので、ね、天国か、ここはって住まうにしても暮らすにしてもそして遊ぶにしてもすごく豊かな町ではあるんじゃないかなってね、まだ僕ら1ヶ月ちょっとですけどもその魅力は十分感じながら毎日過ごせてるなと思ってます。いや本当まさしくそうで、でもいろんな暮らし方が多分この湯沢だと実現できると思ってて、うんうん、で、まあ、湯沢に住みながら東京の仕事をしに行く人もいるし、うんうん、で湯沢に住みながら、まあ、東京の仕事をリモートでする人もいるし、うん、で、まあ、池さんとかもそのパターンだと思うんですけど、うん、であとは、まあ、湯沢で暮らしながら湯沢の仕事をするだとか、うんっていうことももちろんできるし、うん、もう働き方だけでもその3パターンでしょ、うん、で、あの暮らし方についてもじゃあ2拠点なのかだけで、うん、ずっと定住なのか、うんうん、で、さっきおっしゃった通りプレ移住みたいな形、つまり移住促進をしたいけど人々はそう簡単にその土地に拠点を構えて移すっていうことっていうの判断ってなかなか難しい、当たり前な話なんだけど、した時にやっぱり数ヶ月間住んでみるっていう体験経験っていうのはすごく俺必要だと思ってて、いや要は1週間や2週間のレジャーで来たってその街の本質って実はなかなかつかみづらいけども、1ヶ月2ヶ月3ヶ月とかっていうスパンで住めばある程度こう街の住まい方というかねっていうのまで全部こう体験できると思って、それを経た上で本当に移住できるところなのかどうなのかっていうジャッジをしないと、あこんなことできたらいいな、あんなことできたらいいなってみんなそれを、理想と思っているんだけども、それを短期間で体験してしたぐらいでは決定には至れないから、なんかうまい形で数ヶ月間、うん、滞在できる仕組みを作ってあげたらもっとね人は動くんじゃないかなって僕はそう思ってます。そうですね、うん、まあ、だからやっぱりそのお試し移住みたいなことができる、うん、気軽にできるような場所って必要かなと思って、うん、すごく必要だ、うん、あと受け入れね、例えば我々みたいに子供を連れてきた時に湯沢町はもう本当気持ちよく受け入れてくれたんですよね。教育委員会もそうだったし、逆にどうやってやればできますかって言ったら、こういう制度があってこれを使って転校手続きをしてくださいっていう形で受け入れてくれたりとか、もうそもそも町がウェルカムな状態を体制を取っていてくれてるっていうのがすごく強いなと。これやっぱり、地方によってはそんな簡単に転校手続きを受け入れてくれるところとそうでないところがあると聞いたので、やっぱりすごくそういう意味でも柔軟で、で高校生まで医療費無料でしょ、
とか育てるため の, その生活のしやすさというのも十分用意されているし、僕たちは今1ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょっと子供たちを湯沢学園に通わせているんですけど、まあ楽しんでて、そこはやっぱね、移住した時にね、僕たち夫婦はずっと気にしてたのね。もし馴染めなかったらとか、友達ができなかったら、あるいは1ヶ月ぐらいでもう帰りたいって言い出したらどうしようっていうのがあったんだけども、そこはねすごく、予想以上にうまく溶け込んでくれたので、すごく家族全員が今ね楽しめてる状態でここに住まれているので、まあ、僕たちの中でも移住する先としてこうランクがぐーっとやっぱり上がってきたかなって感じてますね。そうですね、そういう意味だとやっぱりその冬場だけ来る方とか、うん、冬場だけ来る家族とか、うん、あの一定数いる、うん、この町の特殊性っていうのがあるかなと思っていて、湯沢町は結構特殊ですかもしれないですね、うんうん、僕もそういうふうに問い合わせてみて初めてそういう体制が常に整っているというか、あの歴史としてあるんだなっていうのを知って、でさっきの話に戻るけども、そのインフラがめちゃめちゃ整ってるんだから、何かあれば東京にすぐ戻れるっていう環境があるので、ここは移住する先としては実はすごくたくさんよそよりもあのアドバンテージ高いなって思うんだけども、ぜひね移住を検討されている人たちには一つ湯沢町っていうところもあの選択肢の一つに入れてみてもらって、でここがねプレ移住できる環境とか整えば、ここに住まうことができるということですよね。そうですね、あの僕らもそのこっちに拠点を移すことの時に懸念してたというか不安に思ったもう一つの材料が、どうやったら地域の人たちと関わることができるかなっていうのがあって、なかなかさ飛び込んできて言ってもね難しいじゃない。そうそうそう、でその中で僕たちは小学校が実はすごいハブになってきて、あそこを、まあ、あの学校に通わせたことで僕はスキー授業っていうのに積極的に参加して、保護者の方たちとか先生たちとコミュニケーションを取る機会があったの で、もう少しずつこう接点が生まれてきてる、まあ、あとはあやさんのことを知ってたんで、ここがに来ることができたから、またちょっとねつながり方があの違う形でできたかなとは思ってるんですけども、そういう接点を作れるイベントとか機会とかそして場所みたいなのがあると、なおこうスピーディーにこの街の人たちとつながるきっかけが作れるかなっていう、ね、そこら辺を思いました、うん、いや本当にまさしく、ただ住むことがあって仕事があってだけだとうまくいかなくて、うんうん、まあ、結局地域社会とかに馴染めずに、うん、やっぱり別のところにということで出てっちゃう人って結構多いと思うんです、うん、全国的に、うん、で、まあ、だからそういうことはなるべくないように、あのコミュニティをちゃんと作りたいなと思っているのが、あのこのリラックスベースのコンセプトなので、うんうん、でだからもう町民の方とフラットね来てはちょっと食べたり、うん、地元の人ならではの情報みたいなのが、うん、こう手軽に手に入れられる、あるいは、そういう接触できる場所っていうのが絶対あった方がいいなと思って、うん、今これだけネットが進んでるので情報なんて実はいくらでも探せてて、だけども僕らもそうなんだけども、行って勝手に楽しんで持ち帰るだとあのもったいないから、僕たちは動画に撮って紹介させてもらいながら、少しでも湯沢の魅力があの多くの人に見てもらえたらなって思って活動しているんですけど、プラスリアルに接点できる場所っていうのがもっともっと広がるとすごい面白くなるから。だってさ、小学校なんて移住してきてる人いっぱいいたよ、うん、私どこどこからなんです、うちどこからなんですよみたいな、あ、みんなそうなんだ、移住者じゃん、うん、でやっぱり子育ては田舎にしたいとか、あるいは奥さんが地元の人で東京埼玉かなで一人目はそうだったんだけども、二人目の時にやっぱ私は湯沢で子育てをしたいですって家族で移住された方たちもいたりとかして、だから子育てをするのにもねすごくいい環境も揃ってるし、そうそう、だから学校行ってるというか、子供がいる家庭の人は、うんうん、
からそういう学校っていうね、地域社会との太いつながりがあるので、で結構そのジャパパとママとみたいな形でつながりやすいんですけど、楽しみに来られてる方ってなかなかやっぱチャンスないので、でだからそういうきっかけをこの場所とかでね、作れればいいなと思って、でまあ、だから単純にそのオフィスを置くだけじゃなくて飲食も置きます。はいはい、で、港とかでなんかちょっと物販をやったり、そのサービスを展開していたりとか、そういうことで誰でも利用できるようなきっかけをたくさん作れれば、来れる人の範囲が広がるというか、そうするとじゃあ出会える人の範囲も広がるというか、そういう機会が作れるなと思っていて、ここはそういう、こう、かき混ぜる場所、そして外からの人たちがね、どん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 立ち寄ってくれるような場所になって、あそこに行くとなんか面白い人たち来るからとか、東京の新しい情報をゲットできるからって言って、地元の人たちも足気に通ってくれるような場所になったら、すごくいい場所になりますね。そうですね、なんかそういう、こう、循環をうまく作りたいですね。あとは子育て世代ね、子供ごと連れてきてくれる。やっぱりでも子育て世代の人はすごい元気ある、なんか新しく始めたいなみたいなことで、話よく聞くんですけど、大抵なんかママさんが多いですね。そうなんだ。母は強しかなかった。あやさんの最初だからね、4歳と1歳を育てながら移住して起業して、地域活性を行って、どこにそのパワーあるんですかって。まあでもね、そういう、うちはたまたま、家庭環境というか、主人も子育てに協力、協力っていうと語弊があるというかですね、主人も一緒に子育てをしてくれるとか。で、旦那さんテレワークしてるんだよね。そうそうそう。つくばの会社に所属されていて、で、週に1回ぐらいですか？はい、週に1回、今新幹線に帰ってて、湯沢つくば間なんてどうしても3時間、片道3時間かかっちゃうので、そう、始発の新幹線で行って、行くと大体やっぱり、捕まるから、ギリギリ、終電ギリギリまで残業して、で終電で12時頃の新幹線で戻ってきて、でも週1回だもんね、そういうルーティンとしてはそんなにヘビーではない。例えば週の4日は向こうでとかってなっちゃうのではないと思えば、やっぱりちゃんとしたテレワークとしてのワークスタイルはできてるんじゃないかなと思います。またね、湯沢の終電で何がいいかっていうと、湯沢止まりなんですよ。なるほど、寝ても大丈夫。だから寝ても大丈夫。そうか、湯沢はそこがまた一つメリット。まあ、じゃあこの春から大きくここも動き出すのかな、楽しみですね。なるほど。というわけで、この湯沢町で女性起業家として、地方移住者の促進をベースに活躍されている今日は伊藤彩さんにインタビューしに来ました。ありがとうございます。月に1回ここはね、無料開放デーがあるの？月に2回、第2、第4、木曜日の午前中を開放デーにしてるんですけど、まあ、4月からは、普通に正社員のスタッフを雇うと、はい、あとは今パートさんが今日は出勤日じゃないかと思うんですけども、スタッフがいるので、もうちょっと開放デーは上げていく。あ、なるほどね。じゃあみんな本当に気楽に使えるように。そうですね。変えていく。あ、その方がいい。なので、あれだよ、別に用事なくてもちょっと寄ってくれていいんだよね、ここはね。そう。どういうとこだろうって気になった人は、ちょっと顔出してみて、こんなところだっていうのを知ってもらえるだけでも、ありがたいな、ね。じゃあ、僕らがいる間になんか面白いことを一回でもできるといいですね。ぜひ。ダイブルも、せっかく受け入れてくれた街なので、僕らも何かしら恩返しをしていきたいなと。まず第1回目のトライアル移住なんですけども、来年、再来年ってリピートできるように、爪痕を残していきたいなと思ってるので。普通に、池さんと喋りたい人、たくさんいると思うんですよ。本当ですか？本当ですか？じゃあホストクラブ俺対抗しようかな、ユーザーで。だからスペースを取って。そう。それで、
池さんと喋ろうかいっていうのを、なるほど、やるだけでも。あ、なるほど、ね、じゃあ俺ね、人生相談。ローランドならぬ、イケランド。イケランド。湯沢町ナンバーワンホスト、イケランドが、ね、おしゃべりを。もう少し、ここに滞在してる間に、地域の人たちとも交流できたりとか、できたら面白いなと。それで、微力だけど、なんか、いい形で情報発信ができて、湯沢に恩返しをして、一旦この冬はね、過ごしてみたいなと思います。いや、ぜひやりましょう。うん、町の方もね、たくさん池さんの番組を見てるわけだから、ね、嬉しいことで集めますか。本当ね、YouTube、僕は YouTuber っていう自分で自称してますけども、YouTube をやってからここに来るっていうのは移住を考えている人たちの新しいツール。うん、知ってもらえている状態で町に来ることができると。全然人との関わり方が変わってくる。そして楽しい。そうね、一つ新しいこう住まい方、暮らし方のツールに、まあ、YouTube であれなんであれ、SNS を使って発信をしながら知ってもらえるっていうことができるっていう、ね。俺、この間、野沢温泉スキー場のスタッフに、YouTube 見てますって言われたの。と思って。ね、野沢温泉なんてまだ一回しか行ったことのないスキー場なのに、そこのスタッフが見ててくれたりとか、もう、スキー場に行くと誰かしら声かけられるのって。一応僕、スキーヤーっていう軸でも少しね、知ってもらえてるみたいな。スキー家族か。うん。うん、なんで、スキー場に行っても声かけてもらえるっていうのはね、すごく嬉しい。そういうわけで、あ、ちょっと最後に俺の宣伝しちゃおう。この町で声かけてくれた方には天然パーマステッカーをお配りしてますので、ぜひね、僕を見かけたらステッカーちょうだいって声かけてください。もういっぱい持ってきてますんで、天然パーマステッカーを声かけてくれた方にプレゼントしてます。ぜひもらってください。早速ね、ラーメン屋さんにも貼ってます。そうだ、ラーメン屋さんがね、すぐで出口の扉に貼ったらみんな見てくれるんです。そりゃそうだ。取っ手のここに貼ってくれたから。いや、でもみんな目にする。父ちゃんは天然パーマステッカー、どうぞもらってください。すごい。やった。ステッカーを配るっていう、この方法もすごく面白いので、みんなも真似してください、うん。すぐ覚えてもらえる。なるほどね。うんうんうん、というわけで、今日は、きらぼしベースの伊藤彩さんにインタビューさせてもらいました。またここにもちょくちょく顔出したいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。